チャここと白石冬美です。ラムタメタガーって変な猫。キジをやると大ウの方が欲しいという。一個立てに住まわせるとアパートの方がずっといいという。アパートに住まわせるとやっぱ一個立てだなという。二カネズミをあてがうともっと大きいのちょうだいよっていう。大ネズミをやると二カネズミ追いかける。 ダムタムタがあって変な猫。だから僕、怒鳴りつけても無駄。だって、いつもこの猫をすることは、いつもすることをするんだから。だからどうにも、手出しができない。ダムタムタがあってうんざり猫。入れてやると出たいって言う。いつもドアの陰に潜んでいて、家に戻るとすぐに出たがる。 だと思うと、机の引き出しに寝るのが大好きで、そこから出られないとまた騒ぎ出す。うん。ラムタムタがあって変な猫。だから君、気を使っても無駄。いつもすることするんだから。<laughs> だからどうにも手出しができない。ラムタムタがあって、にゃーん。変な猫。あんなに悲しかった日は、どこへ行ったのか。 あんなにもその悲しさが僕らを押しつぶしていた日は、日は輝き、何もかも順調だ。緑の木々は鮮やかに現れ、天は大きな青い琥珀折でできている。日光はクックと笑いながら鬼ごっこをする。人は腰をかけて微笑み、幸福を瓶詰めにする。そして自分自身と最善の近所付き合いをする。飛ぼうとすれば飛べそうな気がする。 コーヒーと菓子を持ったまま、ソファーの上に寝るように、白い雲の上に寝そべって、すると、あそこにあるのがシュプレー側だ、と考えたりできそうだ。